金梨さん、はい、はい、節約大全公式チャンネルのお時間です。金梨さん、どうもよろしくお願いします。今日は金梨さんと一緒に、主役は金梨、小町でございます。どうも小町、かわいい方の小町息子の小学校受験の面接で、ヒゲを剃った小町が普通のおじさんになってしまいました。お願いします。今日は金梨さんのキャロットクラブ入会チャレンジ完結編。本当に完結編だよね、これでね。これが本当の完結編、はい、はい。先日ね、僕の、出資場が決定したということで、当選が20回。あのさ、うん、支払い金額計算したっていうか、まあ、入れてみたんだけどさ、うん。やばいね。予算オーバーだから、株売るわ、マジで。いくら？これは後でやる？また後でやりたいんだけど、ガチで予算オーバーだから、ガチでもう株を売る。マーチャントバンカーズという会社の、あ、株が吹いて利確できたので良かったんですけど、ちょっと足りないので損切りに手を出す時が来ました。もうね、終盤だね、これもうね。ということで、まあ僕はそういうことで20頭かな、全部で当たったんですけど、まあとりあえず入会チャレンジはね、成功したんでね。出ピッチェ、そうそう、出ピッチェが当たってるのは分かってるんだけど、うん、これね、書き留めで来るんだね、それね。なんかピンポーンってなってさ、うん、1回目無視ったんだけど、無視んなよ。そしたら、うん、これだった。これね、とうとう来ちゃいました。俺も来てたけど、普通郵便で来てる、あの会員は。まあ、ネットで見れるからね。とりあえず開けちゃう？開けちゃおうか。とりあえず、じゃあ開けちゃうよ。開けちゃおう。うん。そういうことハサミとかじゃないんだよね。そういう、これさ、俺の時はさ、金梨さんがさ、見ながら、なんか、ね、俺が、うん、お願いします、うん、お願いします、当たってラドラーとか、ね、これも金梨さんがやるんだね。来た、キャロットクラブ入会メンバーズカード、メンバーズカード、はい、メンバーズカード、あ、これ俺もあるよ、ちょっと待って、これですね、同じですか、同じ、全く同じ、あー、同じっぽいね、そうだね。で、本番です、はい、うん、これさ、これね、うん、裏、そこの下にあの表があるじゃん。そう、その下の表、俺からもう見えてるんだけど。見えてる。おお、もう結果分かってるわけですね。あ、もう行くよ。それを皆さんにじゃあ見せてあげてください。どう、あ、よ、最大だからシュピッて合わせて4等なんだよね、当選は。そういうことです。そうです。そうですね。はい。見えるかな。おお。シュピッテに丸ついてるのは分かるよね。分かる。あと全部×じゃない？あ、10頭ね。そうそう、それが。10頭は9頭外れ、うん。残りの申し込み、全部×いや、これ、ほんと厳しいんだね。厳しいの。よかったね、金梨さん、シュピッツェ当たって。シュピッツェ、感謝のシュピッツェだね、これ。いやー、よかった。ほんとにじゃあもう、金梨さん的にはさ、もうバッチリじゃん。なんか1頭とか2頭ぐらいじゃないと、ね、とか言ってたじゃん。うんうん、確定、シュピッツェ1頭。うん、一括。これ金梨さんが一番望んでた結果じゃない？まあ一等、そうだね、入会チャレンジは一等ぐらいで、うん、あの入っといて、まあ負担は少なくっていうで、なんかちゃんと罰とかで欲しい馬が買えりゃいいよねみたいな、うん、そうそうそう、うん、まず入るのは安く済ませときたいみたいな、うん、よかったっすね、最高じゃん、最高っすね、シュピッツェそんな高くないっすさ、シュピッツェ16番だっけ、モーリス今日ね、俺のモーリス、俺とディーパさんが出資してるモーリス3区がね、新馬勝ちしてくれたしね、アンクロワ、おめでとうございます。マジか、おめでとう、おめでとう。お顔目、ディーパさん。いくら？一口6万円ですね。いい、結構いいと思うよ。シャライファームさんの馬なんでね。いい感じ？小町さん的な、血統診断的に言うと、うん、ちゃんと見てどう？いやー、ちゃんと見て、どうかっていう話だとね、これ外国の血統だから、あ、まあ、そんなに惹かれないよ俺は。そうかそう、でもおばあちゃんがドイツ血統なんだね、ドイツのセンギニーっていう G2 を飼っててとか、 G1 2着とか、おばあちゃんが結構いい有名な馬だね、うん、なるほどなるほど、あの持ち込みでそのままあれなのかな、シャダイファームにお母さんがそのまま輸入されて、で2勝してますね、お母さん2勝で、もう悪くないよね、全然勝ってるね、うん、全部ね、いやいや非常に悪くないと思う、非常に悪くないってなんかあれだけど、いいと思いますよ。
これは初めてモーリス3区出資したからね。おお、素晴らしい。モーリス欲しいって言ってもね、なんか何でも欲しいって言ってるけどね、何でも欲しいから買えない。大体1頭ずつ欲しい。なんかいいじゃないですか、足が長くてゆっくり毛で。じゃあコイン集まった。じゃあもうクリアしたの。すげえじゃん。イエーイ。すげえすげえ。ブラウン管でやってたもんとは違うね。全然違うっすね。向こう行って、まあ、終わったらまた行くから、そっち。まとめてたら、うん、OK。そういう感じで、いや、いいんじゃないですか、シュピッツェだけ。非常に。うん。はい。入会ができてよかった。ね、俺なんかちょっともうちょっと困ればいいのにと思ったら、当たりすぎちゃって、俺みたいに困るみたいな。こんなにみたいなのを期待したんですけど、でもね、キャロット、ほんとそういう風なの当たんないんですよ、全然、マジで。本当に当たんないんだと思ってね。うん、びっくりした。当たんないの。いや、流れ的にこれ3投4投当たんじゃねえかと思ってたんだけど、当たんないのよ。当たんないですね。ということで、じゃあ、金谷さんの入会チャレンジは最高の結果、金谷さん的には最高の結果だったということで。そうですね、はい、はい、そして私小町さんは予算オーバーなのでまずい、まずいことになりました。3万円ぐらいなら貸しますよ。3万円じゃ焼け石に水もいいとこだぞ、金なし。ということで、これからは、はい、小町の金作プロジェクト始まるかもしれません。車も売っちゃえ。車ちょっと売れないかな。まあ、あの、またそうだね、出資はまとめて皆さんに報告もできればなというふうに思います。うん、キャロットね、入会チャレンジ成功のシュピッツで、あの、入会できましたっていう人結構いたよね、コメントで。そうですね、うん、あとはね、なんかミルコさんが抽選でシュピッツで入会できるかどうかみたいなことを言ってたと思うんで、うん、まあ、それがうまくいってることをお祈りいたします。ローズステークスのコーディアルは13着でした。悲しい。しょうがないね。ベルテックスは5着でした。もうそれもしょうがない。頑張ってね、時間ね。馬券も全部負けました。3連勝。もうしょうがない。もうしょうがない。おめでとうっていう人、こっちね。そうね、おめでとうはいいんですよね。だけど、金谷さん、普通にね、ちゃんとあの成功法でいって、ちゃんと入会決めてますから。まあ、あれだけね、入会チャレンジの動画やってさ、入会するにはこれがおすすめだよみたいな動画をうちらでやってさ、ね、ちゃんと身内のね、金谷さんが成功してるっていうのはね、これはもう、あの、さすが節約大全公式チャンネルですよね、はい、信頼と実績の、はい、全部ユーザーさんに教えてもらったんだけどね、視聴者さんライブでね、感謝です。はい、じゃあ、とりあえずは金谷さんの入会チャレンジ報告でしたということで、はいはい、じゃあまた通常の動画でお会いしましょう。はい、はい、さようなら。